はい、どうも皆さんこんにちは、コメタです。龍河です。本日の企画、はい、星座バスケ。よいしょ。星座バスケなんで思いついたかっていうと、はい、しょっちゅう僕高校生の頃星座させられてたんですよね。そうなの。あんまいいことじゃない、自慢できることではない、いっぱいやらかして、はい、座っとけとか、やっぱその後の行動って非常に大事だなと思って、怒られた後、はい、で星座した後でも練習参加しろとか、反省したなら参加しろとか言われた後も足がしびれて足がとか、なってたらそれ反省の意を示せれてないと。いや、そういうことではない。しびれるのを言い訳にしてたらもう反省もクソもない。それもバレんなってこと。そうそう、バレんなってこと。もうルールは簡単で、1時間今から正座します。1時間になった後1本決めた方のもう勝ち。それだけ。もう1本もう1本通覚に対してどっちが強いかって耐えってことね。耐え、どっちが耐えれるかってことやろ。どっちが怒られてきたか今。あちなみになんかやらかしたエピソードとかあります？やらかして怒られたこと、なんか俺は中学校かな、うん、別に俺はやってない、それに関しては。俺は別に怒られるようなことやってないけど、バランスボールがあったよね、練習で使う。それを友達に渡したと、俺が、うん、そしたらその友達でういってやったら、ここガラスやったよね、あの結構強化ガラスみたいな強いやつにポンってやったらピュピュっていったって。で俺が怒られた。それそうや、うん、でそれそうや。俺の友達はガラス保険に入った。She make it clap, clap, clap。 やけ、お前何枚でもガラス割っていいぜって言われる。そういうもんじゃないもん。そういうもんじゃない。とりあえずやっていきます。はい。勝つぞ。負けないぞ。ちょっと準備します。やだ。あんまそんな、あの正座するときに意気込んで正座せんか。正座しろってほいってこんな感じやけど。いや、お前が一番意気込んどったけど。この動きせんやろ。走るやつの動きやし。そうなんや。さ、もう時間ないけどやるか。やろう。この後普通にバスケもしてるし。行きます。はい、1時間ポジション大事やな。はい、開始。じゃあ頑張ってください。なってきた。もうね、多動書には無理よこれ。右半分が終わったよ俺って。あ、右足首と膝に爆弾抱えとけ、ちょっと左寄りになと思うと。じゃあ左に踏ん張れんじゃない。左がめっちゃ圧感じとった。これ融通性でさ、足首さ、足首痛い。俺もめっちゃ痛い。足首痛い。なんでこの企画持ち込んだ。いや、もう思い込んだ、思いついたからにはやるしかないやろ。二人ともできん企画やろうとすんね。すごい、休憩もない1時間。痛みなし。ギブアップしたらもう終わりや。やっぱギブアップあるな。1時間正座ってしていいもんな。そもそも人間血管が詰まり命を落とすことない。その正座は何分していいもんな。お前書いてないですね。子供を長時間正座させたら親が執行猶予5年になってるって。ありがとう。まあ、執行猶予5年や。俺やん。俺自分で執行猶予つけて正座。1時間正座した人のコメント、はい、足の感覚がなくなってしばらく立てませんでした。ちょっと怖いって。23歳毎日1時間ぐらい正座しています。なんでお坊さんかなんかやね。2時間した人も。何その正座経験談。どこに需要があってそれ載せとんみたいな。なんか自慢やただの。1時間した人のコメントとか2時間した人のコメントとか書いてある。あ、5時間からやばい、生きた心地しなかったです。原始と。いや絶対それしてないけん。本当は6時間週に2、3回の割合で夫にさせられています。やばいって。 AV やん。 2、3時間の正座はザラです。最高記録6時間。 AV がプラスに取られてる。本当本当なんかな。それ15分以下の人5分で挫折。今ちなみに10分ぐらい経った。今
7分6はマジ無理6分半ぐらい。え、待って、これ6回やろ、無理って。じゃあ場所紹介でもする。じゃあ俺からするよ。はい、始まりました、バッシュ紹介のコーナー。僕が今日履いてるのはこれ、アシックスアンプレアースですかね。間違っとったらやばいね。アンプレアースですね。ちょっとで、特徴的なのは黄色、かわいいですよね。アシックスは履きやすくて日本人の足にぴったし、けどサイズが間違わないように。俺29センチ。アシックスでさ、その感じの色味ってあんまない。かわいくない？うん、珍しいねえ。今日マジサイズミスったよこれ。1センチぐらい大きく買ってしまったけん。アンプレアース、多分間違ってる。うん、多分間違ってる。はい、どうぞ。僕はエゴアウィーク 1.5。終わった。イライラする。ほら、星座でイライラしちゃいかんよ。僕今すごい清々しい気持ちです。きついでかよ。なんか龍が酔いそうだよ。え、なんでいけるんそれ。いや、きついよ。あ、きつい、うん、マジできつい。きついけど3、2、1。あと10分。あと10分。違う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 、今10分。10分経過しました。めっちゃ狙って間違うやん。3、2、1。それで間違うやん、ほんま。やばい。だって言っていい？足の色がおかしいもんな。なんか色おかしくない？なんか本当。なんか色おかしいもん。紫くなっちゃう。紫よ。だけじゃあ今から5問連続俺が当てたら、だけ10分制だね。よ。シクサーズの12番。トバイアス・ハリス。なんですご。ペリカンズの17番。バランチュラス。おー、すごっ。ナゲッツの7番。レジージャクソン。サンズの8番。はい。はい。アレン。正解。あと1番。キャブスの35番。オコロ。おー。よし。いいところ言ってくる。キモいって。お互いのいいところ言って、なんか元気になっていく。今お互い元気じゃないよ。いつもありがとう。いいとこでもなんでもない。ただの感謝やん。前はマジでシュートタッチがいい。嬉しい。痛くない。ならんならん。はい、あと15分、あと15分です。しかも俺サポーターしたの間違った。 あと 15? あと15分。やっとここまで来た。わぁ、長すぎた。お茶飲んじゃダメ。ダメ。おかしい。意味がわからん。関係ないもん。じゃあまた水取って。水取ってくれ。やめとけ。俺のリュックの中で。これ？じゃあ、そう、お茶や。そう、俺の。じゃあ、俺のリュック。あ、あと15分頑張ろうよ。そうやね。わ、平等やん、無駄け。あ、ごめん。うわぁ！痛い。大丈夫？大丈夫？マジで。俺心配で。大丈夫？大丈夫？じゃあ、聞き打って。あぁ！痛いって。ちょっとそのしんどいやめて。
負けた方また1時間やばいって。え、負けた方15分追加でいいんじゃない？負けた方星座ストーリーでいい。負けた方ガチ15分追加で。15分やばい。俺それマジで勝ちに行くよ、じゃあ。いや、それの方がいいや。それの方がいい。15分追加。え、10分じゃダメ。15マジきついと思う。だけど10じゃダメって言った時点で10は罰ゲームじゃない。そう。じゃあ15ね。負けた方もう15。うん、オフェンスリバウンドやったらもう一回なんかやる。そういうこと。はい、あと1分です。攻め長引かせるのやめよう。もう本気でいくよ。本気でだって勝ちにいかんと。こんな、やってや。6、来た、マジで。5、4。はい、走った。なんか靴下、予防がすごい。ちょっと待って。え、これ本当に誰？あ、いた。え、これ本当に誰？みんな今日も動画見てくれてありがとう。おすすめの動画もよかったら見ていって。年内目標10万人に向かってみんなの一人一人の協力が必要です。一緒に達成しようぜ。マジ嬉しい。すげえこれ。